さあオリックスですけれども、今回の内容はポンセの獲得ということで、この間ですね、サチヤがオリックスから FA で加入をしたというのもつかの間、日本ハムですね、ローテ候補の助っ人外国人がこれまた対談をするということで、日本ハムサイドとしては再契約を望んでね、契約を提示したらしいんですけども、記事によると、条件が折り合わずということで、ポンセの方が、年俸がちょっと低くなってたのか、あるいはですね、起用法にちょっとこう不満だったのかわからないんですけども、ポンセの方がですね、ちょっとこう条件がイエスとはなかなか言えないような内容だったということで、緊急で対談をしたということでございます。オリックスはですね、今年の、助っ人外国人で言うと、フェッティね、巨人だったりとかメジャーが大型契約で大金をはたいて、直接、接触をしているという記事がありますけれども、ここぐらいしか、表立った噂っていうのがありませんので、改めてですね、今朝から本当ツイッターやら YouTube 等でですね、ポンセどうすんねんと、おいポンセワイと、もうポンセ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 と本当にコメントをよくいただいておりましたので、改めてこのポンセオリックスに来年どうなのかっていうところですね、個人的な見解も踏まえてお話をしていこうかなというふうに思います。でまずね、ポンセの今年の成績なんですけど、ご覧の通りということでございまして、今年はですね、10試合に先発をして、イニングが51イニング以上、そして防御率が 3.66 という数字になってます。4勝しているということなんですけども、登板がですね10試合っていうことなので、だいたい先発でフルで1年間いたら23、4登板をしている中で、半分にも満たないということなので、どこかで離脱をしているということなんですけど、日本ハムに来て今年で2年になるんですが、2年間ともにですね、4月の下旬から6月ぐらいですね、この交流戦の前後のところで、必ず離脱をしているということで、左膝であったりとかですね、いろんなこう怪我も含めて離脱をしているということなので、1年間フルでこう 一軍にいたっていう経験はないっていうのが現状なんですよね。そして加えてですね、このクオリティスタート率っていうところですね、見てもらえたらと思うんですが、10試合に先発をして 30% なんですね。3試合に1試合も満たないということで、10分の7は6回3失点以上の悪い成績を残しているということでございます。ここが非常にポイントなのかなと個人的には思っているんですけども、改めて今年日本に来て2年目以降の助っ人外国人の投手にちょっと絞ってですね、12球団見させてもらったんですけど、ご覧の通りということで、これですね、去年の成績を踏まえて今年の年俸がいくらなのかっていうところをちょっと参考にしてもらえたらと思うんですが、ヤクルトのサイスニードから下はソフトバンクのガンケルマゼ、そして今回はメインテーマのポンセなので、ポンセを太く赤字にさせてもらいましたけども、ポンセはこの14試合に先発をして83イニング、防御率が 3.35 という成績をひっしょげてですね、年俸1億8000万円というふうに日本ハムでは契約をしているということなので、改めて他の11球団の、今年も、帯同した、投手助っ人でね、見比べていくと、このポンセが割高なのか、そうでもないのか、割安なのか、そのあたりちょっとわかるんじゃないかなというふうに思います。でまずね、サイスニードが一番こう、やっぱり去年とかであれば日本シリーズも戦ったので、一番こう印象に残ってたんですけど、132イニング投げて 3.54、9勝で1億9500万円、ほぼ2億ですよね。妥当なのかなというような感じです。ここ最近のやっぱり円安とかも含めると、ちょっと割増ぐらいですけどね、9勝してくれる助っ人外国人ってなかなか珍しいですから、そういう意味で言うと希少価値の高い、そんな、感じなのかなと思いますけど、あとはガゼルマンっていうね、 DeNA の選手なんですけど、4先発で20イニングながら防御率 2.66、 これで1億2000万っていうね、めっちゃ高いなって正直思ったんですけど、よくよく考えてみると、コットンだったりもね、9000万であったりとか、割とこういい値段をしているので、結構やっぱ助っ人外国人っていうのは成績以上に、ちょっと過剰に割増しはされているのかなっていうのが、ここ最近の助っ人の成績見たら思った部分でしたね。あとは阪神のケラー、リリーフということで34試合に登板をしてますけど、1億8200万円という成績になってます。一方で広島のアンダーソン、そしてロッテのメルセデス見ていくと、むちゃくちゃ格安なんですけど、13先発して7700万円、そしてメルセデスに関してはジャイアンツで20先発して116イニングを投げて、防御率が 3.33 で4500万円という、むちゃくちゃ安い年俸になっております。なので彼らを比べるとですね、ポンセっていうのは結構割高なのかなというふうに思うんですが、それでも DeNA のガゼルマンがね、これでこの額もらってんのっていうような感じなので、もしかしたらちょっと数字の部分間違ってるかもしれないですけども、ちょっとですね、1年間台頭もしたことがなくて、クオリティスタートも 30% で1億8000万っていうのはかなり高いんじゃないかなって
というふうに思いました。で、今年のね、助っ人外国人、投手でいうと3枚いました。コットン、ニックス、ワゲスパックといましたけれども、それぞれですね、7試合に登板をしたコットン、2試合に登板をしたニックス、ワゲスパックというふうにいますけど、まあ、ワゲスパックはね、去年の活躍があったので、1億超えは全然、問題はないんですが、さっきも言ったコットンですよね。まあ、1億円とまでは言わないですけど、それに近しい年俸をもらっているっていうのと、まあ、ニックスはね、非常にこう割安な部分、そこまで、コットンのように高かったっていうわけではないんですけど、ご覧の、まあ、数字になっておりますので、この3人、よかはですね、やっぱポンセの方がいいのは間違いないので、結構オリックスファンの方からですね、ポンセ、ポンセと声が上がるのもわからんでもないのかなというふうに思ってます。改めて、では最後にですね、オリックスの先発陣にこのポンセが、入る隙があるのかどうかっていうところですね、登板をした数と、そしてクオリティスタート率のところ、一緒に比較できればなというふうに思うんですけど、ポンセに関しては今年10試合に登板をして、クオリティスタートが 30% っていうデータになってます。まあ、吉野部とですね、サチアが抜けるということで、ご覧の6枚、ここにムクノキ投手であったりとか、2年目の斉藤京介投手が入ってくるっていうような感じなんですけど、まあ、宮城、山下、田島、山岡さん、ここに関してはもう素晴らしいですよね。で、山岡さんに関しては途中で、こう、リリーフになったにもかかわらずですね、12試合先発をして、そのうち半分がクオリティスタートっていうことですから、素晴らしいのかなというふうに思います。で、どんだけ宮城だったりとか、俊平田だったりとか、田島でさえも 70% 超えないので、そう思うとですね、やっぱ 60% 台の時点でもう素晴らしいものがあるのかなっていうふうには思いました。ちなみに、吉野部の今年のクオリティスタート率は 91.3% という意味のわからない数字を叩き出しておりまして、サチアに関しては 39.1% と、もうむしろね、ポンセに近しい数字なんですよね。そこに対して、まあ4年8億円超えを出しているので、まあポンセとしてもですね、俺にも出せるんじゃないかっていうふうに思ったのかもしれないです。まあ、不満だったのが年俸なのか、それとも起用法なのか、どこでこう不満に感じたのかわからないんですけど、万が一ですね、噂投手とかが、ポスティングをやめて残留になりますというふうになれば、まあ、それなりのやっぱ資金が必要になってくるというところで、まあ、その辺のケアもあって、やっぱ高年俸っていうのがネックになったのかなというふうには思うんですけど、まあ、オリックスで見てみてもですね、この6枠に、ポンセが入る隙はあるっちゃありますが、まあ、サチアがこう、入ってくるみたいな感じですか。1年間フルでやればサチア級の活躍は多分すると思うんですけど、まあ、2年間の活躍を見るとですね、その計算は、そこまで高くはできないっていうのと、それで1億8000万っていう、まあ、とそんなに変わらない額ですからね。そう思うと、わかんないですけど、新しい助っ人外国人に、市場にね、まあ、出ていないので仕方がないので、まあ、フェッティ全力で行ってくれっていうのが正直なところなんですけど、まあ、無理だったら無理で、ポンセに行くのはちょっと違うのかなというふうに思うのでね、まあ、そうなってきたら、まあ、今朝ね、1本目でご紹介しましたけども、キャベッジですかみたいな感じで40人枠に入るか入らないかギリギリの、投手っていうのを割といい年俸で、もらってきた方がいいんじゃないかなっていうふうには思いました。ということで、今回の内容はですね、今朝飛び込んできましたけども、日本ハムを電撃で対談をしました。ポンセについてお話をさせていただきました。果たしてオリックスに、合っているのか合っていないのかっていうところなんですが、まあ、個人的にはですね、1年間、台頭したことがないことと、そしてクオリティスタート率が、まあ、30% 台で非常に低い。にもかかわらず、1億8000万円の高年俸ということで、これが半額とかであればですね、まあ、1億円ぐらいであれば全然いいんですけども、まあ、2億っていう、いくら資金力なオリックスでも、ちょっと無駄金になりかねないというところで、なかなかリスクが、あるんじゃないかなっていうふうに思いましたんで、まあ、そうすると、横浜のね、FA でヤクルトが調査してます石田投手とか、そっちに行った方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うので、ポンセにいくら石田投手に行ってほしいなというふうには思ってます。なので、改めてこのポンセについて、行ってほしい、行ってほしくない、いろいろあると思うんでね、ぜひコメント欄通じて教えてもらえたらなというふうに思ってます。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録やグッドボタン、そして Twitter のフォローなどでこのチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいので、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。